娘さんの脳にかなり重大な損傷を受けたと考えられます。脳死状態にある可能性が高いと思われます。この子は生きてます。脳からの信号を機械ではなく直接患者さんの筋肉に送って本人の体を動かします。いつでも起きていいよ。もう目覚めることがないと世界中が言ったとしても私は奇跡を信じています。お母さん、それまでちゃんと健康にしておからね。